皆さんこんばんは、ワドです。今日は2017年9月の3日13時11分です。よろしくお願いします。疲れたもん。コミュゲン機能欲しいな。コミュゲンでやりたいよ俺。コミュゲンなんでないんだろう。コミュゲン作ってほしい。コミュゲン、あーいや、こぼれた。コミュゲン機能めっちゃ欲しいよ。もうやだよ。お疲れ、風船ありがとう。無理しないよ、大丈夫だよ。戻ってきたよ、お疲れ。お疲れるよ、あいつら。どっから湧いて出てくるんだよな。すげえよな、ほんと。どこいらっしゃい、お疲れ。あいつは手強いよ。元気だよね、実際さ。じゃあさ、どんな仕事をしててどんな働いててさ、どんだけイケメンでさ、めちゃくちゃもう超イケメンで超高学歴で超高収入で、何すごい恵まれた生活してんのかって聞きたくなるよね。本当に見てみてえわ、どんな生活してんのかっていう。本当に見てみたい。すげえ生活してるんだろうね。どうなんだろうね、わかんない。神みたいな神みたいな存在なんだろうね、多分。モデル級の彼女がいて、叶わないでしょ。上場企業の役職でしょ。いや、役職じゃないな、上場企業の役員、モデル級の彼女、芸能人張りの、容姿、高級車、タワーマンション高学歴、もうめちゃくちゃだよ。そんなやつがこんなところでコメント書かねえだろっていう。どんな設定なんだろうな。ふわっち見ねえわそんなやつ。ねえ。おマキル、ワドツー、お疲れマキル。逆にどんな人間か見てみてよ。どんな人間なのか。
わあ、疲労がすごい。疲れた。おお、そろそろいらっしゃいよ、お疲れ。モール？家族サービスとか彼女サービスやってんのかな。モール、モールってなんだ。サラブレさんはどっちです。なんだお前わらわらって冷やかすか。何を笑っとるんだこいつは。疲労困憊でしょ、疲れるよ。命を削って配信やってんだよこっちは。命を削りながら。あ、もうこのままなんか5年ぐらいしたら死ぬぞ俺。5年後死ぬぞ本当に。寿命がいくつあっても足りないよ。ベホマ級の回復魔法が欲しい。ベホマ、いや配信病じゃねえから。仕事だっつってんの。プレッシャーが半端じゃないよ本当に。どうぞどうぞ、ね、殺す気か。死ねとか言ってるけど本当に死んだら本当に爆笑しそうだよなお前ら。いやお疲れ。胃は大丈夫っつうか、なんか疲労がすごいね。疲労が半端じゃないね。成功するのが5年後って言ってたから生き続けないとね。10年以内に億万長者になりたいっつったの。自業自得。まあ人生全部自業自得でしょ。全部が自業自得だと思うよ。すべてが。まあ爆笑するだろうね。俺が死んだらアンチは。笑うでしょ。行き先は地獄？どうなんだろうね。まあ天国に行けるとかなんだとかは思わねえかな。疲労か。でもまだ戦えそうだね。ガンマもういいでしょもうお腹いっぱいでしょ。まだ戦わせようとすんの。もういいから今日は少し休憩させてくださいよ。もういいよ。絶対地獄行き。地獄ってどんなところなのかな。ヘリポートね。あーでもや、ヘリポートって一回いくらぐらいなんだろう。東京から大阪でヘリっていくらなんだろう。あれは何、レンタルヘリみたいなのがあんの。レンタルヘリみたいなのが、どうなんだろう。もう不正受給は NG ワードになりました。めんどくさいんで。不正受給はしてません。さっきから言ってるけど、不正受給は詐欺罪で逮捕されますから。都の夜景とかあんだ。ヘリはじゃあ何、持ってないと使えないのかな。ヘリコプターっていくらするんだろう。調べてみようか。東京から大阪ヘリ。ヘリコプターのチャーター20分、6万円1人。ヘリコプターって安いんだな。1人4万5000円、結構するな。もうあれだね、すごいビジネスだから7万とかするんだね。でもう顧客が決まってるんだろうな。だからもうお金持ちビジネスなんだよ。ネットにもう存在しないね、ほとんど。
フライト料金7万とかか。詐欺は裁かれちゃったっていうか、悪いことしたら裁かれるでしょ、それ。料金表7万ぐらいか。まあ使わないよな。悪いことしたら裁かれます。高えな。まあテレビ局のカメラマンとかが使ったりとか、一部に限定したなんかニッチなビジネスなんだろうな。でもまあね、道路を飛ばないから直線的に動けるっていうのはでかいよな。辛くはないよ別に、正直言うと。だからその後が辛かったよね。そのヤフーニュースに乗っかってさ、あ、仕事も決まんない。やっぱ検索するじゃん、経営者も今の時代。いやー、もっと高いな。20万ぐらいすんの。だからもうその後も働けないからね。頑張ってるっつうか、まあなかなかだよね。バイトすらも決まんないっていうのは結構厳しいよね。まあ壮絶な人生だよね。まあ普通の人にはおすすめしません、僕は。真面目に勉強して、真面目に大学に行って、上場企業に勤めて幸せになってください。それが一番です。保護申請通る、うん、まあ通らなかったら死んでたろうな今頃、マジレスすると。うん、詳しく言うと、ある配信者への嫌がらせになるから言えないネタ、分かりづらくてごめん。いや、バイト先探してないよ。保護請求書が来てからね、最初あたり身を守るネタの一環でもあるポツ、身を守るっていうか別に普通にやるけど。気をつけた方がいいね。だから30万別に払うよ、分割で。疲れたな。温泉でも行きてえな、本当に。
温泉ってなんでこんなにいいんだろう。温泉ってすごいよね。返還通知は来てないよ。通知書が来てないよ。映像上がってるよ。あれはメモ書きね。映像上がってるんじゃなくて俺が出したんだよ。カメラで金額を自分で写したあれはメモ紙ね。こういう内容で請求をする予定ですっていうメモ紙。伊豆北川温泉、山梨のほったらかし温泉。へえ。温泉いいよな。旅館配信とか憧れるもんな。いいよね。温泉行きてえな、マジで。マジで温泉行きて。温泉行こうかな。数百円なんだ、すごいね。伊豆草津も癒される、マジか。温泉いいな。北側は波打ち際の露天風呂。へえ。頭痛えな。なんかアンチと戦うと絶望的に疲れるの何なんだろう。疲労困憊するんだけど、本当に本当に疲れる。マジでビビる。何なんだろうこの疲れは。やばいよね。まああれか、8時間半も連続で配信やってたら疲れるか。水着 OK なんだ。あ、一回寝ようかな。頭痛いな、マジで。8時間こんなテンションでやってたら頭おかしくなるわ、そりゃ。配信やりすぎなんだよな。タオルも巻こう。へえ。座禅すげえな。座禅を温泉街でやるんだ。座禅やってないな最近。一回仏門叩こうかな。俺も禅寺行こうかな。禅寺抹茶飲みたい。あと脳を少し休めた方がいいよね。休憩しようかな、マジで。ダメだ、頭回んねえわ、本当に。もうアンチに命削られてるわ、俺。ポケーっとしよう。うん、ゆっくりするわ。あー、個室、露天風呂、あのね、お風呂配信が厳しいんですよ、マールさん。だからね、お風呂配信は全部バンになってんの。とにかく風呂配信はダメって運営さんに言われてるから、ふわっちは風呂配信ないんですよ。水着着ようが何しようが。ダメです。
お風呂に入る行為自体がバンになるんですよ。それはね、昔確認してるんですよね。温泉配信やりたいんですけど、水着着てもダメですかって言って、もう配信もやめた方がいい。うるせえわ。へえ、混浴、あ、まあ自信があるから混浴大丈夫って意味なんじゃないの。多分自信があるんだよ。ねえ、配信ねやりたいんだけどね、うん、そう、浴槽使ってて顔だけでもダメなの、水の音がして。確かあれじゃない、深夜帳もそれでバンになってなかったかな。結構厳しいんだよ、お風呂に関しては厳しいの。独自のルールがあるよね。へだめ、こんにちは。疲れた疲れた。うん、休むわ。もうあと10分したらこの枠で終わりにする。嫌われ度ランキング俺ふわっちでナンバーワンだったね。すげえよな、ナンバーワンに嫌われてるってすげえな。なかなかできねえよな、我ながらびっくりするよ。うん、寝る寝る。マンスリー72位かよ、マジかよ、うん、マンスリー72位かよ。てかみんな稼ぐな、マジか。大丈夫か俺、全然ダメじゃん、やば、うん、鳥と遊んでる姿たまには見たい。そうだね、またおやつ買ってくるよ。あ、ありがとう、そうそう、ありがとうね。そんなもんだろう、まあそんなもんだろうっつうか、結果が全てだよこの世界。そんなもんもこんなもんもないの。稼げたら稼げてる、稼げてないのは稼げてない。これは認めないといけないところだから頑張るぞ。頑張ってみても、あれ、山崎まさよしのこの歌なんだっけ、やれるだけ頑張ってみてもってなんだっけ。山崎まさよしの歌覚えたいな。山崎まさよし、僕はここにいるだっけ、僕はここにいる、僕はここにいるってどんな歌だっけ。報われない束の間の夢。おお、りょうちゃんいらっしゃい。今来た。もう終わっちゃうよ。歌えるかな。結果出せばいい。ああ、まあ結果出す人が勝ちだよね。ため息だけが、ため息だけが静まに消えていた。帰り道通り空揺れてる街並み、すべてに君の優しい頬。これ覚えたくない？これ良くない？もっと君のこと知りたいよ、悲しみもささやきも、ささやきも全部見てみたい。いや、モノマネだけど、うん、レタス、セロリだわ、野菜しか合ってねえわ。レタスじゃねえよ、セロリだよ、うん、パセリじゃねえよ。今のはセロリか。
電気代がもったいない、うるせえわ、俺が払ってんだよ電気代、ほっとけ。音程は歌はいらない、ゲリー。ああ了解。セロリってまずいよな、うん、笑わせないで、笑わせねえよ、真面目に歌ってんだよ。笑わせるつもりで歌ってんじゃねえわ。あー疲れる、死ぬな、このままだと命を削って死んでしまう。配信者の漫画が誰か書いてくんないかな。わざわやめろ、それ以上アンチコメントを読むと命が削れる。てれてててれててれててん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 。なんでだよ、なんで僕のこと叩くんだよ父さん。うん、歌やりましょう。いやもういいや、エヴァンゲリオン見たいな。エヴァンゲリオン DVD 借りてこようかな。エヴァンゲリオン見たい。でもなんか配信者って漫画になりそうだけどね。浴衣とか、まあ旅館に浴衣あったら着ますけど、部屋では着ないかな。持ってないっす。あとお祭りの時に浴衣着たことは一回もないかな。浴衣似合うよ、でも撫で方だから、撫で長、重長、切れ長の人で、ザ日本人だからね。着物着たいよな、着物かっこいいよね。エヴァ解説しながら鑑賞枠、いややりたいんだよそれが。エヴァンゲリオンは鑑賞枠解説枠やりたいんだけど、まあ著作権で無理だよね。テコンダーポク、テコンダーパク、何それ。いやーなんか最近面白い漫画読んでないよ。なんかおすすめない、すっごい超大作ない漫画で、超大作。解説枠超やりたいんだよな。そう厳しいよ、そりゃそうだよ、うん、ただ引用するんだったら OK なはずなんだけど、法律的に言ったら、そう画面サイズとかをやったらいいはずなんだけど、あのね難しいんだよね、動画の判例がないの裁判で。漫画とかの解説だったら、例えばちょっと終わりなんだけど、これくらいこうやって写すのは OK なの、あのサイズがあるのよ、この画面のフレームのサイズの中で何秒間写して、要はそのここで内容を見せても構わないの、こうやって。だけどその部分についてその漫画の文字量よりも多く解説をしないといけないっていう法律があるの。だからこうやって写す分には構わないのよ。ただこれだけを解説とかをしないで、これだけをやっちゃうと著作権違反になる。難しいんだよ。だから動画も一応そのこれに適してやれば、法的には OK なはずなんだけど難しいよ。ワイプでどれくらいサイズを出してどれくらいの解説量でっていうのが OK なのか基準がまだないから。あ、分かった、かぶれてる原因これだ、錆びてるわ、鉄の部分が錆びてる。やっぱこれあれだな、これ難しいな、鉄の部分でかぶれてたんだ。ディスって書いてるわけじゃないのに笑っちゃう。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。